おお、よく倒したな。三匹とも強敵だったはずだが。ん？まったく？私の前にはちょっとね。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、影村委員に来たんだけども、本当にここに悪い妖怪がいるのかな？間違いないのだ。龍くんは未来が見えるのだ。相変わらず異様な雰囲気ですが、入ってみるしかありません。中に何があるのか確かめてみましょう。でもさ、これ A ランクなんよね。ん？ここにもウォッチロックが。扉を開けるにはウォッチランクを A に上げる必要があります。きっとこの先には強い妖怪たちがいるに違いありません。まずは段々坂にある時計の調子堂に行って、ランクを A にしましょう。坊や。坊や？この間ここで見たものは見間違いだったのかな？見間違いじゃない？あれ、前から、ウォッチランクとか必要やったっけ、ここって。なんか、こう、妖怪のマークが出てない？なに、誰？おい。おい、待てよ、おい。ああ！待てって。ね、ここ、道路のど真ん中なんですけど。ちょ、ま、どこ行ったの？どこ行ったの？消えた？いた！気がせいてしまって。おい。これは、そっと先回りするしかない。え、どこ行った？こっちか。あ、それか、あれか。行き止まりに追い込むとか。ちょい。ああ！よし。なんじゃ、わしに何か用かの？指名手配？何のことかの？教科書の肖像画に鼻毛を描いた罪、なんてわし知らんからの？小学生がよくやるやつ。本当なんじゃからな。さらばじゃ。消えたよ？消えたよ？あれは、捕まえなくてもいいやつ？てか、捕まえれないの？あれ。よくわからないのだけど。じゃあ、とりあえず、あれか、段々坂。待って、段々坂上か。よし。向かいますか、段々坂に。ちょ、待って、どこ？どこ？ここから行ける？あ、通れるね。段々坂に行って、はい、来た、段々坂。お？カッチカッチ。ついていきます。何がゲットできるでしょうか？カッチカッチ。まだ？え？人いるけどそこ。ああ。水道の線はしっかり締めようね。はい。何が出るかな？習得、空手講座を手に入れた。おっと。ちょ。戻らせて。いきなりびっくりするよね、降りてきたら。あのおじさんも。おじさん？お兄さんかな？あ、そういう、調子堂。あれ？んって。あ、あったあった。よし、来たー。さあ、今回のお！よし、目覚めさせておこう。見つけていただきありがとうございます。そしたらこんなに走らなくてもいいってことよね。私の鏡の世界を通れば、遠いところにも一飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになった。あ、今はワープは大丈夫。さあ、それじゃあ。妖怪ウォッチの強化なら、もう準備できてるぞ。ミス？ということは、試験の方も準備万端、といったところでしょうか。その通り。早速だが、試験を受けるか？なんとかします。よしよし。そう言うと思ったよ。試験の内容はいつも通りだ。わしが今から言う妖怪を倒してくる。それだけだ。本当にいつもの通りで、ワンパターンですね。うるさい。じゃあ、倒してくる妖怪を言うぞ。でもさ、前にやりよった4、妖怪ウォッチ4のやつでは、なんか毎回、変わった感じの試練。なんか物を調達してこいとか。だけど、それよりかは妖怪倒してこいの方が全然いいんやけど。今回は桜町地下水道に潜んでいる3匹の妖怪を倒してきてもらう。まずは弁慶。弁慶に会いたければ、
段々坂の小平田駅近くにある地下水道への入り口から入るといい。次はグラグライオン。グラグライオンに会いたければ、桜ニュータウンの東の川沿いにある地下水道への入り口から入るといい。最後にバケアラレ。バケアラレに会いたければ、そよ風ヒルズの川沿いにある地下水道への入り口から入るといい。これはまた、かなりの強者が揃ってますね。よし。大丈夫だよ。今回も絶対合格してみせる。ウィスー。いいですね、その気合。それでこそ私のご主人様です。それでは早速、その3匹を倒しに行きましょうか。3匹の居場所がわからなくなったら、またここに来て教えてもらいましょう。A ランクへの挑戦発生。ってことは、まずはこの段々坂やね。段々坂、小日向駅。小日向駅、これか。小日向駅、前？あ、一応あれか。え、違うな。あれは別に目的地なわけではない。小日向駅、え、どこ？この辺からか？あ、あそこ？あっこからか。あのお兄さんがおるとこ。ここだね。入ったー。ここに、あれや、弁慶。よーし。おーったー、思ったよりでかかったー。わしを倒しに来たのだろうが、それこそ少子千番。ここで返り討ちにしてくれる。いやいやいや、私は結構強いっすよ。まあ、私っていうか、私の妖怪たち。よし、どうすか、どうすか。頑張ってね、みんな。頑張ってね、みんな。お、もう倒せそうやん。あ、倒した。倒した。勝利。イエーイ。ふぅ。お、ひもじいが進化しそう。させます。キモ。ひもじいはクイージーに進化した。やばくない？キモ。ひもじいってめっちゃ可愛かったんやな。クイージーの妖怪メダルを手に入れた。やば。いやー。キモさが半端ないっすね。半端ないっすね。そして、次、ここから繋がっとるところは？桜ニュータウン。いや、そよ風ヒルズ。ちょっと待って。桜ニュータウンの方が近いんか？こっちどこやっけ？お使い横丁。いや、お使い横丁じゃなくて、こっちは？こ。桜中央シティ。桜中央シティ違ったよね。桜ニュータウンはあれか。誰やった？あの、男の子の家があるとこ。博物館とかあったとこ。そういうことよね。ひぃ。ひぃ。ちょっと待って、こっち渡らせて、じゃあ。よし。桜ニュータウン。あれ？桜ニュータウン、ここか。自分の家があるところか。え、で、この河川敷よね。河川敷、河川敷。から、河川敷？あったんかな。こっちの川のところ。こっちの方ずっと行くと、え、桜ニュータウンで会っとるよね。ほら、あっこおじいさんとかおる。あ、ここから降りられるじゃねえか。何してるの？ああ。そこの川に折れた竹が刺さってるところがあるじゃろ？こういうところに何かがいるんじゃよ。何かが。妖怪じゃねえか。しかもなんか走ってない？どこや？これ？ズルズルズルやん。いらねえ。ここかもしかして。お、入れるの？入れちゃった。で？あ、あれか。いたいた。グラグライオン。なんだお前らは。人の縄張りに勝手に入ってくるんじゃねえ。
フラグライオンって言われには水の近くにおるんやね。なんか水の近く、じゃなかった。炎の近くにおりそうやのに。よし、行くぜい。回せ回せ回せい。ゴー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 。その前にやっつけてしまいそうやけど。人玉バースト。よっしゃ。まだやっつけてない。あ最後の手を伸ばしてくる感じ、いいっすね。はい、勝利。お、カラクリ弁慶、レベルアップ。これで二つ目の依頼完了ね。もう一個は、そよ風ヒルズって言ったけど、あれか？そよ風ヒルズがあの男の子のとこ？カンチ。合っとる名前。あの男の子のとこってこと？私、そよ風ヒルズさ、あの、オフィス街というか、お父さんが働きよっとくかと思ったけど。ここだ、そよ風ヒルズ。ここの、これもなんか、川岸やったよね。で、この下にあるこれ何？なんか、マップの下の方にさ、なんかマークない？ここ。え？あー、なるほどね。この通路のことか。で、川岸、川、普通にこの共通の川でいいんかな？向こう側と。あ、降りれる、こっから。行けるぞ、ここや！え、入れんやん。マジで？こんな堂々と開いとんのに入れんの、ここ。意味わからんやん。めっちゃ意味わからんやん。ここは？あの、丸いやつ、丸いとこじゃないといかんのかな？お、斜めやった。ここもう入れない。あ、なるほどね。これ地面じゃなくって、水が流れんやん、ここ。じゃあ入れんよな。どこでしょうか？え、なんか上が、あ、こっち。え？あ、なるほど、ここ。違うエリアに入ったんかと思った。そこにいるね。いたー！イェイ。化けあられ。なんだ、おめえらは。俺を退治しに来たのか？俺はここが気に入ってるんだ。出ていくのはおめえらの方だ。嫌です。やっつけさせていただきます。行くぜ行くぜ行くぜ。これで、あとは、あ、でもあれなんよね。せっかく調子堂の、なんやった、雲海峡を目覚めさせたけど、この近くに雲海峡がないと全然ワープできんねよね。つら。イェーイ、勝利。おし。ふう。これで試験の妖怪には全部勝ちました。調子堂の天使さんのところに戻りましょう。よし、調子堂に戻っていきますか。うん、ほんとなんか、マップ上に、分外気を示してくれんかな？ね、目覚めさせんかったら全然関係ないやん。あの、マップ上のマークとか。マップ上に目覚めてない。あ、なんかこの感じ好き。わかる？この横のやつ。このダン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 ってなっとるのよくない？で、目覚めさせてない雲海峡もね、マップ上に表示していただきたい。そこまで楽はするなということかな。ワープしたいわー。あ、でもこれ、一旦さ、自分地によって、で、自分地からワープして、調子堂に行けばいいんじゃない？ね。よきよき。私の家どこだったっけ？ここか？違う、こっちか。こっちだ、こっち。よし。ってことでワープしていきまーす。雲海峡や。はい、ワープします。じゃあ、時計の調子堂へ。全部やっつけてきたよ。おお、よく倒したな。三匹とも強敵だったはずだが。ん？まったく？私の前にはちょっとね。さあ、早く早く、妖怪ウォッチの強化を。慌てなくてもちゃんと強化してやるさ。ほれ、貸してみろ。それ、ここをこうしてと。よし、できたぞ。どうだ？さらに上位のランクに到達した気分は。
妖怪ウォッチのランクが A ランクになった。やったね。これで影村委員に入れる。ウィスー一流の執事のご主人様には、このくらいのランクが必要ですよね。うん。これでまた、たくさんの妖怪たちと会えるね。そこ突っ込まんのやね、ふみちゃん。ほっほ、またまたやる気十分ですね。どんどん妖怪を見つけに行きましょう。言われなくてもわかってると思うが、高ランクの妖怪には注意しろ、ですね。よしよし。そういうことだ。まあ、今のお前たちなら心配ないか。これからの冒険がますます激安な感じになりそうです。ウィス。A ランクへの挑戦、バッチリ解決。よし。ウィス。オッケーイ。ってことは、今後は、あと S ランク？お、リア君。ああ、割れたよー。もっと大事にして、その水晶。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、妖怪ウォッチのウォッチランクも上がったし、次は影村委員に行って、何をするんかちょっといまいち覚えてないけど、行こう。行こう。